小瀬ヶ原と、しぼ山春のしぶ山しぶ山の山頂と右奥に、日内岳所下のしぶ山しぶ山は、群馬県の北東部、みな町と、片品村との境界に位置する標高2228.1メートルの山である。二等三角点、しぶ山が設置されている。日本百名山の一つに数えられており、小瀬国立公園に属する。標高は、 オーストラリア大陸の最高峰のコジオスコとほぼ等しい。山体は太平洋側と日本海側の分水嶺ではあるが、県境ではなく群馬県内に位置する。四物山はオゼウ、ホソバヒナウスユキソタカ高根ラ等の鉱山植物が有名で、オゼ一体を眼下に見下ろすことができる。山体がジャモン岩でできているため、特殊なジャモン岩植物と呼ばれる。 植物群が生育することで、植物ファンに名高い。同様に蛇紋岩植物が多い花の山として、北海道のアポイタケや岩手県のハヤチネ山などがある。平ヶ岳と同様、利根川とタ見川の源流付近に位置する分水嶺であり、もともとアプローチの困難な山であったが、根緑峠や鳩町峠への車道開通により、容易に登れる山の一つになった。 ただし、山地震日本海側と太平洋側との風の通り道となっているため、しばしば天候が悪化し、安易な登山による遭難が後を絶たない。また、小瀬ヶ原から直接登る道は、急坂の上に滑りやすく、道も荒れていることから、事故が多数発生している。蛇紋岩は崩壊しやすく、風化が早いため、大量の観光客が訪れる登山道沿いの侵食が激しくなり、 一時期入山が禁止されていた。入山が解禁された現在でも5月から6月にかけては植生の保護を目的とした入山規制が行われており、登山が可能になるのは7月1日前後の山開き以降となる。小瀬ヶ原から直接登る登山道は現在でも侵食が激しい。下りの方が植生後輩土壌流出の影響が大きく、 また滑りやすい蛇紋岩のために下りは危険ということで、2008年より、東面登山道の森林限界、山頂間は、上り専用となった。山頂からは、北東に、小瀬ヶ原、日内岳、会津駒ヶ岳、北に、平ヶ岳、越後駒ヶ岳、中野岳、八海山、南西に、谷川岳、浅間山、南に、穂高山、赤木山、南東に、 日光白根山、南泰山が条件が良ければ小高山越しに富士山が望める。ありがとうございます。